佐賀県興産会の新しい建物が完成し、22日、佐賀市で落成式や現地見学会がありました。佐賀県興産会は、刑務所などから出所した人たちを一定期間保護し、社会復帰を手助けする県内唯一の更生保護施設です。建物は鉄筋コンクリート2階建てで、個室16室と2人用の部屋2室があります。社会復帰に向けて対人関係などを学ぶ地域開放型の交流室を設けたのが特徴です。刑務所を出所したり保護観察中の人を無料で受け入れ、食事や宿泊の提供、就労支援などをします。落成式は佐賀市内のホテルであり、古川靖知事ら関係者およそ140人が出席しました。佐賀県興産会の古賀常次郎理事長は、人生を更生保護活動とともに歩んできた、110年間にわたり多くの人に支えられてきた興産会をこれからも見守ってほしいと挨拶しました。